皆さんこんにちは、匿名希望でございます。高画質でお送りするゼノサーガエピソード2善悪の悲願実況やっていきたいと思います。その前に4つお知らせがございます。1、ゲームをクリアするまで先に全部収録済みです。2、ネタバレ防止のためコメントは見ておりません、ご了承ください。3、収録自体が1年以上前の可能性もあります。4、そんなにうまくないです。それではどうぞお楽しみください。さて、クリアデータを読み込んできました。まだまだアフレコ匿名です。博士がね、待ってるんですよね。うお、来たぞい来たぞい。あ、おっさん、またなんか企んでんのか。どうもこうもないわい、ちょこっと大事な話があるんじゃ。わしと一緒に来てくれんかの。これがね、クリア後のね、なんかアフターストーリーっぽいんですよね。博士のことずっとほったらかしだったもんね。わしが巨大ロボットの製造に情熱を傾けている本当の理由を語る時が来たようじゃの。あ、おっさん、今日は一段と鼻息が荒いな。どうかしたのか。実はわしには双子の兄と思い込んでおる人間がおるんじゃ。双子の兄貴、面白そうじゃねえか。なんで思い込んでおるかというと、まあ話せば長い話になるんじゃが、そやつに会ってみればお主たちも。わしが双子の兄と思わずにはいられない気持ちを理解できるじゃろ。つまりあれか、博士のそっくりさんがいるってことだろ。で、問題なのはそやつがフォービドゥンデバイスを利用して宇宙を激震させるほどの大悪事を企んでおるのじゃ。なるほど、つまり博士はそいつをほっとけなくて立ち上がったわけか。まあわしとしてはそやつを双子の兄と思い込んではいるものの、ぶっちゃけ他人だし、あんまり関係ないといえばないのじゃが、そこにはもう一つの理由があるのじゃ。おいおい、せっかく盛り上がってたのに台無しかよ。なんとそやつも巨大ロボを製造しておるのじゃ。その名もブラックエルデカイザー。エルデカイザーありきなんだね。バーバパパみたいな。きたきた、悪そうな名前じゃんか。まあわしとしては巨大ロボで悪を倒せば、ほらあれじゃろ、対外的にも好印象だし、下手したらゴルフの会員権とかもらえるかもしれんじゃろ。おいおい、ちょっとばっかし目標がずれてないか。ともあれ、わしの目標はただ一つ、やつ、そう、ブラック博士を倒すことなのじゃ。兄役なのに博士ありきの名前なんだ。そして宇宙を悪の手から守るのじゃ。おっと、そうこなくっちゃ。で、ブラック博士はどこにいるんだ。とは言ったものの、わしのリサーチではブラック博士の所在を突き止めることはできなかったのじゃぞい。第二ミルチアに住んでおるわしの友人教授に聞けば、ブラック博士の居場所を突き止めることができるじゃろ。これからがわしの本領発揮じゃ。よっしゃ、わかった。おっさん、手を貸してやるぜ。やっぱ教授と知り合いだったんだね。まあ、というわけで、このブラック博士を倒すっていうのが、まあ、アフターストーリー、その後のやり込み要素らしいです。なんでブラック博士を倒すところまでは、まあ、ちゃんとやりきろうかなと思っています。まあ、おまけ要素とか特に考えてないですね。ね、スコット君。収録としては、多分このパートで終わりか。そうだね、1年前までの時点でこのパートのだいたい中間ぐらいまでは収録してるんで、そこまではアフレコ匿名です。また途中からね、普段のあのゲームやりながらの録音に変わります。ね、私の声って結構ね、壁を越えるらしくて、もしかしたらお隣さんに聞かれてるかもしれないけど、特に気にせずやっていきますね。恥じることなんか何もないです。ブラックエルデカイザー、ブラック博士ね、博士ありき、ブラック、エルデカイザーありきの名前だね。そのバーバパパ、バーバママ、なんで両親の名前が息子基準なんだよっていうあるね。で、なんかね、この辺りからちょっと攻略本もう一回見ちゃったんで、攻略本とかを見ながらね、まあおまけ要素的な感じで
やっていこうかなと思います。まあ、これとは別になんかおまけをやるかもしれませんけどね、エピソード2ちゃんとやりきっていきましょう。ブラックエルデカイザーだいぶ強敵らしいんで頑張ってやっていきましょうね。で、あの得た知識どうやったらダメージ大きくするかとかその辺も駆使してやっていきましょう。でね、こっから先まず私何をしたか全く覚えてないんで、あのいろいろ見ながらね、皆さんと同じ視点でねコメントをしていきたいと思います。まあまずアカデミー内ですよ。 G2 パスとかだいぶ終わってるから何やろうかなっていうのをね考えてるとこで、まずは教授のとこに行って、あのブラック博士の情報もね得ないとねっていうとこです。一応ねアフレコ特命はね15分くらいまでね、今がだいたい経過5分ちょっとだからあと10分弱はねアフレコ特命です。はい、苦い思い出フェイルとルーティーさんのね、あのスプリングシードじゃなくてサマーシードを育てちゃったやつ。ほらウー君が後ろ向いてる。伝説の青い花、いろいろねヒントがあったんだけどね見逃してたね。あのエルザのキャビンにいたドロイドがくれる種が正解だったんだよ。なんかね全部の種を植えることができるのかなと思ってて、とりあえず上から行こうってことでサマーシード植えたんだけど、よく考えたらまあ一発勝負って考えるのが妥当だったよね。なんで失敗したのか悔やまれます。編集してても悔しかったです。相変わらずロード長いですね。エレベーター乗るだけでこのロード時間です。ナウローディングとかこうなんか豆知識的な、それこそさ属性を連ねていけばダメージが上がるぞみたいなコラム的なものをさ、ほらナウローディング画面に入れてほしかったね。なんか最近のゲームだとロード画面飽きさせないようにいろんなさヒント、冒険のヒントとかっていうのをくれるんだけど、この頃ってさナウローディングっていう文字がこう光ったり動いたりするだけだったじゃない、ね、あのローディング画面に何か説明書代わりのものを入れるっていう発想になった人はすごいよね。この頃はまだそういうのはなかった気がする。リアルタイムでやってないから何とも言えないけど、あの頃は多分まだ私中学生だからね、やってたのは FF10 とかね、キングダムハーツとか1、2、ファイナルミックスとか、あとはグランディアエクストリームとかなんかやってたな。あとスパロボ系ね、そういうのをやってました。まだゲームボーイアドバンスとか現役でやってた気がする。メダロットとか、なぜかポケモンは一切やってないけど、一応ね私ポケモンのグリーンとレッドは全クリ何回もしてて、でついこの間なんか久々に楽しそうだなと思ってポケモンソードを買ったんですよ。一回も起動してないです。買ってから半年ぐらい経ったけど、なんかね去年の夏ぐらいから買ったはいいけどやる暇なくて積んでるゲームが増えました。まあそんな感じです。本当はもっといろいろ実況もやりたいんだけどね。なんであの2020年の目標としては配信を減らして動画作成に力を入れようかなと思ってます。プレイステーションストアのダウンロードセールとかも結構頻繁に行われてて結構ね買ってるんで、なんだっけな、最近買ったやつだとまあ配信でやってるのは狼とかね、 PS4 版 PS4 ダウンロード版がねなんと1500円ぐらいで買えてね、それをやってるんですよ、ね、あとはゼノブレイドの Wii 版も持ってて、でちょうどこの間届いたんだけど、ゼノブレイドディフィニティブエディションっていうこうスイッチ版のリメイクされたやつ、あれを買いました。あれもねあのいずれやってきます。なんで今後のプランとしてはゼノサガエピソード2のまあブラック博士を倒して、でその後にゼノブレイド2、もちろんそのエクスパンションパスも買ってるのでその追加コンテンツの分もやって、でその後にゼノブレイドディフィニティブエディションやろうかなと思います。でゼノブレイドクロスを入れるかどうかはちょっと悩んでます。あのね Wii U がね中古で安いのよ。なんでちょっとゼノブレイド1、2やったら別でもしかしたら入れるかもしれないです。はい、そんな感じで、まあ私の近況報告はこのぐらいにして、もうちょっと本編見ていきますか。とりあえず探索だよね。セリフがどう変わってるかわかんない。ここは第二ミルチアか。そういえばさ、なんかストーリー的にさ、ファウンデーション空気だったよね。
どっかで言ったかな、なんかファウンデーションがねめちゃめちゃストーリーに絡んでこない、いるあのマップっていう感じはした。そのエピソード1やってる人向けのサービスかなっていう感じもした。結局マーゴイルスさんの G2 パス受注できてないしね。あれかな、この1回クリアしたクリアデータ読み込んだ状態だといけんのかな、まあ、特に調べてはないんだけど、まあ、やってみようかね。じゃあこれで教授のとこに行ってブラック博士のヒントをもらうと。あ、教授、ちなみに私今教授みたいな髪型してます、後ろで縛って。くぅ、ハクシーヌのやつ、とうとうブラックと戦う覚悟を決めたというのだな。ハクシーヌ、あ、誰だよハクシーヌって。ブラックと戦おうと言ったのはハクシーヌじゃろ。ハクシーヌホワイト、またの名は博士。ボロメオ大を首席で卒業した後に突如姿をくらました天才科学者。くらましたと言ってもわしへの連絡は絶やすことはなかったのである。わしとブラック、そしてハクシーヌは大学の同期なのである。ボロメオ大ってやっぱすごいんだね。ハーバード的な、要はハーバード的な役割なのかな。教授の名前は何だろう、教授にとか、博士の教ジェーヌとか、そんな。わしらの間に何があったかは聞かないでほしいのである。とりあえず博士の許可が出たというのであればこいつも渡さないわけにはいかないのである。シーケンサー B を手に入れた。シーケンサー B は黄色のフォービルンデバイスのロックを解除するための鍵なのである。黄色のフォービルンデバイスを見つけたら使ってみるのである。それとじゃ、この研究施設にある緑のフォービドゥンデバイス前のロックも解除するのである。シーケンサー A を手に入れたらタイプ可能になるのである。黄色いフォービドゥンデバイスってあれだよね、ももちゃんの深層領域夏にあったやつだよね。なんか古い小屋を壊した後に出てきたやつ、あれ確か黄色だった気がする。じゃあそこに行けば使えるのか。フォービドゥンデバイスってなんか入ると現実世界にも影響が出ちゃうっていう、なんかバグまみれの危険なデバイスなんだよね。まあどっかで使うことにはなるとは思ったけど、まさかクリア後の要素とはね。いやどうなるかな。ちなみにこのクリア後の要素については特に攻略本見てないから、あの詳細はねまたちょっと初見の状態で見ていこうと思いますね。でちょっとあのここで言うのもなんなんですけど、あの結構動画にコメントをくださる方結構いらっしゃると思うんですけど、あのね申し訳ないんですけど、あんまりコメントはあの見ないようにしてます。前は結構返信してたんですけど、あの結構見る人が増えてきてくれて嬉しいと思いきや、実はね嬉しいんだけど、やっぱね結構悪意あるコメントがあったりして、あのネタバレをしちゃうとかさ、このキャラってこのあとこうなるんですよねとかさ、これがボスなんですよねとか結構ね言っちゃう人がいて、でそういうのを言った後にチャンネル登録とか消してるから、多分なんかそういうネタバレを投下しに来たやつだなっていうのがすぐわかるのね。でそういうのがちょっと増えてきたので、ネタバレ防止のために見ません。まあ見る時もありますけど基本見ないスタンスでいきますね。あの一応一つの作品は全部クリアしてから動画にするんだけど、このゼノギアス、ゼノサーガ、エピソード1、2、3、ゼノブレイド、ゼノブレイド2ってなってるとちょっとね全部クリアしきるのに時間がかかるので、まあ、とりあえずコメントは見ないでおこうかなと思います。なんか1作品ごとに分けてればいいかなと思ったんですけど、なんかそのエピソード3とかゼノブレイドのネタバレをいくつか食らってしまったので、あまり見ないようにします。はい、ご報告でした。やっぱいるもんだね、なかなかね難しいね、あのインターネット上にものを公開するっていうのはなかなかこうねノーガードで突っ込んでいくみたいな危うさはあるよ。まあそんなこんなでゲームの話ですけども、黄色のフォービドゥンデバイスの情報を得たから、これから多分ね私はももちゃんの深層領域にあるなってことに気づいていくと思うんだよね。でスペースポート行ってるから多分 UMN に入るんだよ。UMN の端末にアクセスしてエンセフェロンダイブをするはず。ロード長いな。
このロードの長さはね、移動先のマップの広さに比例して長くなります。はい、一旦セーブです。セーブもね、今回カットせずに行きましょう。例えばその移動するときに、一番狭いマップっていうと、セグメントアドレス、セグメントアドレスを開けた中はすごく狭いじゃない、一本道の短いやつ。あそこに移動するときはロードはすごい短いから基本私はカットしてませんと。でもそこから出るときに、広いマップに出るときは14秒とか20秒とか長くてかかっちゃうので、そういうときはカットしてます。まあ、なんで広いマップに出るときはやっぱ読み込みで時間かかるんだなっていう感じですね。さあ、いろいろ喋りましたが、アフレコ特命さんの出番はここまでです。じゃあこっから先はアフレコ名ではなく、リアル名でやっていきたいと思います。お久しぶりです。皆さんこんにちは、特命希望でございます。この挨拶も1年とだいたい10ヶ月ぶりぐらいになります。実際にゲームをやりながら、声を取るというのは本当にそれぐらいやってないです。久々ね、住む場所も変わっていろいろとこう環境が変わった中やっております。これまでのあらすじ。これからオメガシステムに行かなきゃいけないってのに、また博士がわけのわからんことを言い出した。これ言ってんのジュニアさんかな。博士によく似た赤の谷、ブラック博士と巨大ロボ、ブラックエルデカイザーを倒してくれって。本人は私欲のためじゃないって言うけど、どうなんだろう。今は全宇宙の大ピンチ。それどころじゃないのにな。それにしても、ブラック博士の行方もわからないって、本当にリサーチしているの、博士。まあ、他ならぬ博士の頼み、やってみますか。さて、どうなることやら。じゃあこっから先はあれだね、もう教皇を倒して、でアルベドさんを倒したから、博士の依頼通りブラック博士を探して、でそれでブラックエルデカイザーを倒していくっていうことになりますね。とさあ、じゃあ一旦こっから先はあれだね、クリアしておまけ要素的な感じなんで、手元にあるね攻略本、ゼノサーガエピソード2、なんだこれは、公式コンプリートガイドを見ながらやっていきたいと思います。まあ、前にさらっと眺めたんだけど、だいぶね、長いです。なんでこれとは別にまたね、なんかおまけを取ろうかなと思いますので、よろしくお願いします。最初のですね、フォービドゥンデバイスは、オルムス起動要塞の黄色いフォービドゥンデバイスらしいです。この収録の前のやつで、教授、第2ミルチアにいる教授からシーケンサー B をもらってるんですけど、それに対応するフォービドゥンデバイスっていうのが黄色で、それがオルムス起動要塞にあるそうです。じゃあちょっと探していきましょうかね。 ES、 はい、あー懐かしいね、あれか、ブラックホールの合間を抜けようとした時に通ったところか。装備どんな感じになってんのかね、ちょっと確認します。じゃあまずはそのフォービドゥンデバイスのところまで行ってみますかね。ちょっと久しぶりなんで普通にいろいろこういじりながらやっていきます。あった、これか。お、フォービドゥンデバイスイニシャライズ完了、エンセフェロンダイブを実行しますか。はい、エンセフェロンダイブを実行します。これ ES で進んでいくってこと。砂漠、マップデータとかは見ずに行きましょうかね、攻略も見ずに。ああ、 ES で行くんだね。なんかいろいろ久しぶりすぎてだいぶ忘れてる、手元がおぼつかない。これなんだろう、リュウさんに巻き込まれたらどっか行っちゃうのかな。あ、壊せる。ここも反応すんの？え、何？そこ攻撃すると敵出るんだ。R バクル。あ、囲まれてる。囲まれてますね。おお、なかなか強力だな。まあ、背面疲れたからか。じゃあ今度物理はどんなもんだろう。あ、やっぱエーテルだな、遠距離が強いな。だよね。
とさっさとこっち片そう。あれ全然死なない。ライフ多いね。11,182。なるほど。強いぞ。普通に強いぞ。普通に死ぬ可能性が出てきてるぞ。あ、でもこっち落とせそうだな。もうちょいで、もうちょいで落とせそうで、落としたのでちょっとチェンジしよっか。で、エーテルのメディカ2、なあ。毒か。こっちが回復すると相手はブースト打ってくんだね。わ、毒が強いな。ゼノサーガ系は毒が強い。もうブーストで一気に決めてこう。なに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 それ、なにそれ。頑張れ、いけるよいけるよ。強えな、普通に強えな。エーテルが効くか。エーテルというか射撃が効くのか。これあれかな、穴に落ちてみてで、なんかわかる感じかな。ちょ、今日本語変だったな。穴に落ちることでダンジョンが進んでく感じなのかな。わー、また出てきた。一旦穴入ってみるか。あ、そういうこと。G エーテル PDR ってなんだろう。あ、持ってたね。エーテルパワーダウン抵抗か。エーテルディフェンスダウンテープ。なるほど。パワーダウンレジストみたいなことか。そういえばアナライズをかけていないからアナライズかけようね。なんだろう、私はこの敵を可愛いと思ってしまうんだけど、なんだろうな、なんか可愛いよね。じゃあちょっと、アナライズかけていきましょう。いたいた。ちょっと久しぶりすぎてアナライズのことを忘れていた。エーテルに弱い。あとキトレート突か。エーテルに弱いんだね。キトレート突。これなんだっけな、三角のやつはエーテル攻撃の気化の遠距離攻撃か。あれなんだっけ、この記号の意味なんだっけ。ちょっともう一回確認しますね。あ、わかりました。上が P と E がフィジカルかエーテルかですね。物理かエーテルか。で、十手みたいなやつが近接、羽みたいなやつが遠隔ですと。で、あの、グーパンチのやつは打撃攻撃、打の攻撃で、で、下の魚肉ソーセージみたいなやつはビーム攻撃の B です。なんだろうね、なんか全然頭入んねえんだよね、これね。なんでだろう。で、相手はエーテルと、キト、トツと霊気が苦手なので、エーテルでいきましょうと。あんま効かないんだよね。残すやつ間違えたな。ディナさんじゃないな、アシェルさんだな、残すのは。えいドーン。ちょっと間違えたんで入れ替えます。本動画はご覧の素材を利用して作成しております。イラスト素材はイラスト屋様。フォント素材はよく飛ばない鳥様。音声素材はオトロジック様よりお借りしております。
ご覧の皆様もぜひ一度お立ち寄りいただけますようよろしくお願い申し上げます。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。